こんばんは、クリームです。今日はですね、ちょっと朝方になってしまったんですけれども、夜中の4時ですね、収録したいと思います。ちょっと新しいセッティングでですね、撮影していまして、新しく手に入れたですね、マンフロットの多関節のクランプについてご紹介したいと思います。今このクランプをデスクにつけていまして、直角になるようにつけています。回せばですね、固定できるんですけれども、で角度もある程度変えられるんですが、細かい調整ができないですね。ちょっとガッガッという感じで、ある程度の段階で調整、水平を取るような感じなんですけれども、完全に水平を取りづらいので、でどうしようかなと思ってですね、でネジ穴にですね、実装の、小さいですね雲台をつけてみました。これがあればアルカスイスのですね、プレートで簡単に取り付けられますし、水平も完璧に取れるということで、かなりいい感じになりました。見た目はこういう感じで、レンズは 24mmF1.4 の GM で撮ることが多いので、このくらいの距離感で、ちょうどいい感じになるようにセッティングしています。で、多関節なので、俯瞰撮影もですねセッティングすればできますし、結構便利なクランプなのかなと思っています。今まで三脚をですね立ててやってたんですけれども、毎回三脚を立てて調整する必要がありますし、ちょっと面倒くさいのでですね、これを固定で設置することにしました。はい、というわけで今日はマンフロットのクランプのご紹介でした。ご視聴ありがとうございます。